はい、タイバームクーヘンです。皆様こんにちは、おはようございます。例えばですね、羽田空港第2ビルにいます。ここからですね、本日の旅行先はですね、北海道、札幌周辺、ちょっと歩いて、車でですね、レンタカー借りて向かいたいと思います。ちょっとですね、いろいろまあなかなか旅がですね、どういう感じになるかちょっと分かんないですけど、行ってみたいと思います。一旦これ切りますね。見るような羽田空港の搭乗手続きですね。ここから、今から向かいたいと思います。はい、羽田空港のですね、ところにはですね、こういう感じでですね、福岡名物あまおうとかですね、こっちはくまモンの、熊本、岡山、総社市カレーライスとか、富山、これはうちの前住んでたところ、おしするめ、お米ですね、やっぱりケロリン、なんだなどってます。福島はひょっとこみたいなのとか、喜多方ラーメン、山形お米、なんかいろいろ売ってます。秋田犬グッズが売ってます。インスタントラーメン大集合、こんな感じであります。でここはもう例の日例の、24時間売ってます。こんな感じで自販機は並んでます。はい、これは富山、はい、こちらがですね、羽田空港第2ビルの自販機コーナーでございます。はい、今ですね、手荷物検査場を通過しました。ここからですね、今現在地がですね、ここにいるんですけども、52番のところにラウンジがあるそうなんで、今からちょっとですね、ゴールドカード持ってるんで、ラウンジの方に向かいたいと思います。自分の行く方は61番搭乗口。一旦切ります。札幌千歳空港行きはですね、61番乗り場らしいんで、ちょっとこっち行きますね。こっからですね、本日は飛び立ちます。はい、でまだちょっと早いので一旦切ります。今ですね、新千歳空港に着きました。はい、タイガーバンクーヘンです。ただいまですね、新千歳空港に到着しました。今からですね、レンタカーに向かいたいと思います。新型コロナウイルスがありましたんで、ちょっとですね、お手荷物のお預けがないお客様はサンドイッチをお済みください。はい、ちょっと一旦切ります。ウェルカム北海道。これからちょっとですね、レンタカーにちょっと向かいたいと思います。はい、タイバームクーヘンです。ですね、今新千歳空港に着きまして、あと10分ぐらいでなんかレンタカーが来てくれるそうです。そうですね、結構ですね、新型コロナウイルスの関係でいろいろ空港も変わってまして、飛行機の中ですね、飛行機がですね、一応その通常毛布とか寒い方用にくれるんですけども、その毛布くれないんですよね、やっぱりちょっと感染防止のためですね。であとはドリンクも
小さいですねミネラルウォーターか紙コップのお茶くれました。まあちょっと自分も分かんなくてお茶って言っちゃったら本当は紙パックでじゃないでボックスのやつくれると思ったら紙コップでくれたんですよね。ミネラルウォーターの場合は今のですね普通に、ペットボトルでくれてるんで帰りはちょっとミネラルウォーターいただきたいなと思います。新千歳空港到着しまして今まあこんな感じでですね本日はですね7月の今日27日の月曜日です。あいにく雨が降ってて半袖で来たんですけども結構寒いですね。肌寒い。すごい雨も結構ちらほら降ってるっていう感じがするんですけどもまあちょっとですねどういう感じになるかちょっと分かんないですけどもこのまま向かいたいなと思います。こんな感じですね空港は。はい、じゃあちょっと一旦ここでですね向かいのバス待ちたいと思います。ありがとうございます。滋賀国際線で書いてありますね。